だ。巷のおんちゃん、こんにちは。今日は札幌北区の農家木田さんを訪ねました。木田さんは年間40種類ほどの野菜を作っています。夏はレタスが中心で、レタスだけでも7種類だから、これ全部レタスなんですね。綺麗なもんですね。いやー、いい音ですね。もうなんともみずみずしいですね。これはね、サラダに向いてて、味噌マヨネーズで食べるとすごく美味しいんだ。なるほど。ここのレタス、評判を引きつけて料理人たちが直接買いに来るんだそうですよ。いや、柔らかそうですね。美味しいって言われるのは本当に嬉しいです。40年作り続けている木田さんの自慢のレタス、この夏も美味しく食べてもらいますように。